小森さん、ちょっと手伝って。小森さん、助けて。小森さん、小森さん。私、小森シュリ、15歳。よく人に物を頼まれる。小森さん、小森さん、小森さんは断れない。すいません、先にいいですか。どうぞ。すいません、漏れそうで。ごめんなさい、我慢できなくて。すいません。あ、どうぞ。この問題を誰かに。小森さん。はい。ここの問題は小森さん。はい。じゃあこの問題は小森さん。はい。次の問題は小森。あ、ええ、はあ、そもそもなぜ人から物を頼まれやすいか。わかんない。頼まれやすい顔なのよね。変装すればいいのよ。うん。ちょっと手伝ってほしいの。身長か。目立たないようにしゃがめばいいのよ。うん。お願い、小森さん。え、コンタクト探すの手伝って。あ、頼まれっぱなしだったわね。お人よしなんだから。人のために何かができるの嬉しいから。じゃあお願い、一緒に帰ろう。うん。行ってきます。あ、すいません、道を聞いていいですか。あの、道をお尋ねしたいのですが。ちょっと道を。ありがとうね。いえ。あ、ちょっと道を。全く進んでない。小森さんは断れない。小森さん、私牛乳飲めなくて。いいよ。私も。え、俺も。私もよろしく。お願い。シュリは力持ちよね。いつも重いもの運んでるしな。肩こりしそうよね。よっと。まったくね。どこ見た。シュリ、重いものばっかり運ぶから、なんか仕草がおっさんっぽくなってるよ。え、風呂入る時とかも。あと時々ケツ書いてるよね。待って、ケツを書くのはセーフなんじゃない。いや、ケツはダメだろ。二人ともケツケツって。でも女の子っぽいところもあるのよ。あ、我々の方が男っぽいのでは。言うな。答えなんてない日々に頬ずりして、自然に行きましょう。いつもは逃げないよ。くだらない。しっかし慎重さあるわね。人間中身をね。うん。なら私の圧勝ね。何よその目は。すごく無茶なこと頼んでいい。うん。モテたい、なんとかして。好きです、付き合ってください。ごめん。うん。寝不足で遅刻気味だわ。シュリが起こしに来て。でもそれじゃシュリが遠回り。シュリがうちで暮らせば。寝て。よくもまあいろいろ頼まれるものね。しかも断らないってお人よしすぎ。人の役に立つの好きだから。まあそれがシュリのいいところよね。めぐみちゃん、ところで宿題見せて。めぐみ、日差しが強い。ちょっといい？ん？あ、シュリはそのままで。ふぅ。あ、日陰。ん？ふぅ。
馬跳びのグループ作って。シュリー君も。私も。うん、私もいい。え、私も。お母さんも。え、今日遊び行っていい？いいよ。私もいいかしら。もちろん。私もいい。私も。私たちも。私も行きたい。私も。私も。ないわ。私も。狭い。もっと寄って。小森さんは断れない。ボールが受け止めてとお願いしてると思えばなんてね。そんな。できた。マジ。ボールがありがとうって。え、バレー部の助っ人をお願いしたいっす。でも体育でしかやったことない。小森さんうまかったっすよ。それに練習試合の数合わせなんで気楽にお願いします。まあ私でよかったら。本当？さすがなんでもや。ではない。ドンマイ次取れるよ。みんなすごい真剣。安請け合いすべきじゃなかった。私なんか。シュリは人の役に立ちたくてここにいるんでしょ。それだけで十分堂々としてていいのよ。あれ、休憩終わりよ。うん。で、試合はどうなったの？負けちゃった。いや、小森さんすごく頑張ってくれたっすよ。最後のスパイク忘れないっす。なんでもやは伊達じゃないっすね。ではない。なりたいと思った。小森さんは断れない。でも私はよく断られる気がするわ。そう？めぐみは変なことばかり頼むからよ。私の場合は断らせないわ。でもこれだけは引き受けられないってものはある？恋愛相談。経験ないものね。まさこちゃんはあるの？私は首里一筋よ。えじゃなくて。力持ちね、シュリって。ん？体育会系だから。私なんて軽くモテてしまいそう。結構恥ずかしいね。今度は私が持ち上げるわ。大丈夫？しっかり持てば。弱いの。まさこも学級委員で結構頼られてるわよね。そんなことないわよ。だいたい私は日陰者だから。こういうの向いてないのよね。どこが？ネギヒさんってかっこいいよね。ああ、今まで目立たなかったけど凛としてるっていうか。何？インディーズがメジャーに。私も誰かに頼られたいわ。ほう。シュリー、何か私に頼み事はない？
宿題を頼るのやめて。なん、一層来るか。ごめん、大丈夫。いない。こっちだよ。ごめん、1年生だったの？同じクラスの大谷だよ。小森さんは断れない。お前、人の頼みを断れないお人よしらしいけど、俺は絶対お前なんか頼らないからな。分かった、頼られない、任せろ。それはお願いじゃねえ。何か意識されてる？心当たりは？特に。シュリのライバルは私なのにね。めぐみちゃんと同レベル。一緒にすんな。答えなんてない日々に頬ずりして、自然に行きましょう。いつもは逃げないよ。くだらないけど笑いたくなる、そんな時間。優しくてなんか不意にセンチになる。気づかれないように踊ってた。君は気づかない。草刈りなんてだるいね。俺に任せろ。そう？じゃあ任せちゃおうかな。なんだか助かったね。ラッキー。なんだよ、お前も頼まれたのか？うん。大谷君は人に頼られたいの？まあな。俺は体が小さくて頼りなく見えるから、人に頼られる男になりたい。でもなんかお前とは違う気がするな。俺は自己満足だろうから、お前はなんつうか、どんな頼みでも楽しそうなんだよな。それはその時誰か近くにいるからだと思う。今だと大谷君。そうか。うん。滑らないように注意してプール掃除してください。はーい。小森さん、こっち汚れ多いから手伝って。はーい。頼られて羨ましいな。私だけじゃ無理かな。小森さん、こっちも。おーい。危ねえな。ごめん。ほら、立てるか。どうした？別に。暑いだけに嬉しいわね。子供ねって、本音は？よっしゃあ。朝子ちゃん、どうしたの？いや、泳げないのよ。任せて。私にいい考えがあるわ。女子はプールか、羨ましいぜ。答えなんてない日々に頬ずりして、自然に行きましょう。いつもは逃げないよ。くだらないけど笑いたくなる、そんな時間。優しくてなんか不意にセンチになる。気づかれない。男子は水泳いいの？スケベ。スケベ。スケベ。海だ。海ね。海よ。着ぎ忘れた。予備あるけど。本当？じゃあ。ひどい。ひどいわね。レンタルしました。小森さんは断れない。すいません、写真撮ってもらっていいですか？ありがとうございます。申し訳ない。こちらも写真撮ろう。そっちは光量が少ない、あっちにしよう。詳しいのね。あら、めぐみはどこ行った？かわいいね。一人？残念。ナンパされちった。
達のこと全部わかってるわけじゃないんだな。めんどくさくてクリーム塗らなかったから。お風呂痛そうね。今から塗れば。出遅れよ。答えなんてない日々に頬ずりして自然に行きましょう。いつもは逃げないよ。くだらないけど笑いたくなる。そんな時間優しくてなんか不意にセンチになる。気づかれないように踊ってた。君は気づかない。銭湯銭湯ほっかほっか。ヒリヒリする。この壁の先に、これ男すぎる。痛い。シュリの町の秋祭り準備も手伝ってるし一緒に行こう。シュリと同じ地区といえば、最近さ仲いいよね。でも小さくて可愛いと思うわ。バカそうなのがかえって好印象ね。あとは俺に任せて帰れ。え？友達と約束してたし、おしゃれの時間もいるだろ。まあ、おしゃれしたところでな。いら。小森さんは断れない。すごい人だね。どこから見て回る？ごめんよ。ちょっと助けてくれるかい？先行ってて。ありがとうね。あ、携帯忘れた。二人どこだろう。友達とはぐれて携帯も忘れて今日はもう西成！根岸！なんだ？わあ、鼻緒が切れたの？大丈夫、私直せるから。いつもみたいに小森に頼まないのか。大谷くんの方が声大きいって。将来何になりたい？学校の先生。シュリなら頼られる。いい先生になれるわ。そうかな。今もいつも頼られてるもの。他にはないの？頼られ体質を生かして探偵なんてどうかしら。きっと行く先々で事件に。事件？小森さんは断れない。他に頼られる仕事を。ナース、介護ヘルパー、探偵。興味あるんだ。友達に引っ張られて一緒の高校にとならないように。小森。はい。ちゃんと断るんだぞ。はあ。高校どこにした？あれ、私と一緒だ。え？あら、私とも一緒ね。この問題教えて。任せろ。ここなんだけど。お願いします。任せて。私とシュリはともかく、めぐみはギリギリね。大丈夫、3人とも高校も一緒よ。なんなのその自信。腐れ縁か。あったかい。雪。縁が腐るにはいい温度だ。答えなんてない日々に頬ずりして自然に行きましょう。いつもは逃げないよ。くだらないけど笑いたくなる。そんな時間優しくてなんか不意にセンチになる。気づかれないように踊ってた。君は気づかない。宿題忘れた、見せてくれない？あら、シュリは？あんな目で見てくる。
うわぁ、あんたもか。まさこも大谷も風邪で休みみたいね。心配だね。それに比べ私はいつも健康。ヘッチュン。バカだ、バカであるはずの私がまさか。心配だな。小森さんは断れない。めぐみちゃんも休んだ。小森、休んだ人にプリント届けてくれるか。はい。勉強疲れたろ。絶対友達と同じ高校に入るんだって。それだけ大切な友達がいてよかったと思う。抱きしめた方がいい。映るよ。もう大丈夫よ。ねえシリ、私たちはいつまで友達でいられるかしら。だんだん疎遠になったりするのかしら。私も不安になるけれど、結局これしか言えない。大丈夫だよ、大好きだもん。シュリらしいわ。はいはい、どなた。なあ、終わった。明日休みな。もうすぐ卒業なのに一日休むのもったいないな。それになんか寂しい。あら、起こしちゃった？私の映しちゃったかな。気分悪い？幸せ。映しちまったかもしれないし見舞いしとくか。なんで？思えば不安になったり安心したり。でも平気。元気になれる薬はきっとある。変ね。何かあったのかしら。いつもあんなもんだろう。分かっちゃいないな。気合の長い私たちには分かるのよ。じゃあ何があったんだ、あいつの親友ども。小さかしいやつ。分かった、あいつ暇なんだよ。今日一度も頼まれてないんだ。小森さんは断れない。今はみんな受験勉強だけであいつに頼むこともないんだ。でもそれっていいことじゃない？自分の時間もできるしね。シュリー、一緒に勉強しよう。わからないところあったら教えてあげるわ。いいこと。本当にそうか。ただいま。おかえり。受験終わるまで手伝いはいい。自分のことをもっと考えろ。ねえ大谷くん。人に頼られないってどんな気持ち？私多分寂しいんだと思う。小森、例えば俺が困っていたら助ける。ああ助けろ。つまり頼まれなくたって困った人がいれば助ける。それでいいんじゃね。ごめんね、手伝って。人に頼まれるってことは信頼されてるってこと。だから嬉しい。だから私は今日も断れない。断らない。答えなんてない日々に頬ずりして自然に行きましょう。いつもは逃げないよ。くだらないけど笑いたくなる。そんな時間優しくてなんか不意にセンチになる。気づかれないように踊ってた。君は気づかない。小森さんは断れない情報コーナー。よっしゃー、ビシドリめぐみです。根岸まさこよ。小森さんは断れない情報コーナーの時間が来たわ。いつもながら元気ね、めぐみは。まあまあ、シュリがあちこちの手伝いで引っ張りだこだから、今回は私たち二人で小森さんは断れないの情報をたくさんお届けするわよ。時間ないからとっとと行くわ。まずは原作情報ね。漫画タイムオリジナルに連載中のクール教信者先生が描くコミックスが原作ね。1巻から3巻まではもちろん、最新4巻も大好評発売中よ。次はブルーレイ &DVD 情報よ。小森さんは断れないブルーレイ &DVD は2016年2月24日水曜日に発売予定よ。
キャラアニ限定の特盛版にはアニメ全12話の絵コンテとクール教信者先生書き下ろしの漫画が収録されたスペシャルブックが同梱されているようね。文化放送超 A&G プラス小沢あり長縄マリアのおぞなり番組内や D アニメストアでも配信されたのよね。シュリやマサコ、そして大活躍した私にもう一度あるから要チェックね。シュリに対抗心を燃やすあいつもちゃんと出てくるわ。続いて音楽情報よ。本作の主題歌とあるいつもを担当されたのは幽閉サテライトさん。素敵な歌声と作品に合った楽曲だからもちろん CD は押さえておくべきね。あっという間だったけど、そろそろお別れの時間ね。まあブルーレイ &DVD で何度でも会えるんだから、これで終わりってわけじゃないんだしね。ちなみに来月からは大家さんの思春期という作品が始まるみたいよ。そっちはそっちに任せましょう。私たちがその大家さんは思春期の何話かに出てるなんてことがあるわけない。あ、シュリが戻ってきたわ。うわあ、じゃあ